買ってるんで、めちゃ嬉しいです。嬉しいですね、黄色い声じゃなかった気はしますけども、はい、男の人の方が嬉しいですそっち、はいはいはい、いやいやでもね、はい、いろんな方の声でもやっぱりファンの皆さんの声も嬉しいもんだと思いますけども、はい、赤いライブステーション何回目の登場ですか。どうですかね、4回目ぐらいですかね、選手になって4か5か忘れましたけど、はい、もう喋りは任せてと、うん、だんだん汗かいてきますけどね、緊張して今日はね、もう今日はもうヤングダービーの壮行会がありまして、そっちかなと思って来たんですけど、もうフライングしてたら忘れてました。本当にすみません皆さん、本当にすみません言っていただいてありがとうございます。あの時はでもちょっと心はくじけなかったですか。いやもうそれがちょっとアホなんですけど、アホな話が、フライングした時は、はい、まあ、前日に行って、はい、優勝狙ってそのイースタンヤングでフライングしてしまって、はい、まあもう後悔してない、勝負しに行ったんで、はい、後悔してなかったんですけど、あの次の日ぐらいにヤングダービー行かねんっていうのを知って、知ってました皆さんも、知らなかったそういう規定があるのを知ってなかったんでアホやなっていう。まあでもね、はい、これもなんかこう一つまた勉強になって次につながっていく、と思うしかないですよね、可能性はありますよ、はい、でも大阪のファンの皆さんはずっと注目されてて、めきめき力をつけて結果も残して G1 で初優勝したりとか、はい、いろんな形でこう好調だなっていう印象があるんですけども、そうですね、今年は順調だったんですけど、最近ちょっと上条信孝に押され気味なんで、はい、ちょっと頑張らんと、ちょっと最近調子悪いんで。そうですか、はい、優出とかは、まあ、一般戦やったらできてますけどね、やっぱ記念行ったりとか、まあ、勝率もちょっと下がり気味なんで、まあでもね、はい、大きいレースも増えてきましたし、はい、そうですね、はい、なんかその中で自分変わってきたなって思うとこはないですか。まあ前よりはなんかちゃんと仕事してる感はあります。してますよ。本当ですか。ね、すごい、こんな皆さんご存知ですか、好青年でね、いやこの取材する側からも非常に人気が高いという。嬉しいです、ねえ、はい、なんかそんないけない木下翔太選手はいないんですか、どこかに。いやもうダークというかブラックですよ、はい、ブラックですかだからもうちょっとファンの人にも、はい、もうちょっとついてもらえたら嬉しいですね。いや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 、こんな構成でなかなかいないでしょうっていうぐらい。そうですか、ね、はい、でも木下選手もサラブレッドでね、皆さんご存知のように、はい、なんか家族から何か言われたりとかしますか、最近調子いいなとか。いやもうちょっと鬱陶しいぐらいですけどね、やっぱり母親が結構言ってくるんで。やっぱちゃんとチェックしてて。はい、もういつも、まあ、フライングした時も何してんねんとか今でも言われるんで。あ、結構優しい言葉じゃないわけですね。はい、もう厳しい言葉ばっかりで。さすが元レーサーだけある。はい、ああ。もうそろそろもういいんちゃうかっていう言ってほしくないですけどね、あんまり。じゃあレース終わると結構お母さんから連絡があったりとかして。はい、もう LINE あるじゃないですか、はい、でレース終わったら最終日にもっと気合い入れろみたいな。こんな身近で知った激励があった。あ、暑い暑いですね普通なんかお母さんやったらもう今回はしゃあないわみたいな、そう優しい言葉かけてくれそうですけど、はい、あそこはどうなんやみたいな、はい、だから誰も守ってくれる人いないまあどっちか言ったらもう守ってる方ですからねいろんな意味で。でも休みはじゃあ家族サービス、すごい汗が出てますけど、まあ、会社員で、ね、はい、休みは家族サービスとはするんですか。そうですね、今はフライング休みなんで、今はやってるつもりです。お子さんはいくつでしたっけ。今3歳になりましたね。女の子、はい、ね、ちょうど可愛らしい盛りで。はい、もうちょうど。なかなか家にいないから、あんまりこんだけ家にいたらびっくりするん違います。もうだから今は僕にべったりしてくれてるんで。そうだよね、はい、嬉しいです。分かってるんですね、女の子、はい、今のうちにお父さんにええ顔しといたら。そう、まあ、でもなんか早仕事息みたいなこと言われますけどねパパ仕事はみたいな3歳で、はい、ゴルフは行かへんのみたいなとか、はい、ちょっとうっとうそうですか、はい、じゃあ今のうちにちょっとお父さんとしての威厳を
示しとかないとダメですね。そうですね。ね、どうやったらいいんですかね。じゃあ奥さんへのサービスとかはないんですか。わあ、どうだろう。よく汗かいてます。ねえ、めっちゃ汗かいてますけど、ちょっとこの期間にいっぱい家族サービスしていただいて、はい、うん、いいお父さんで、はい、これからも頑張ってくれるお父さんを見せていただきたいと思います。はい、あっという間に時間が来てしまいました。このお休みは何かしたいことあるんですか。したいこと、もうでも、あの事故したんで、その壁難訓練とか、あの優勝戦のフライングでちょっとあの訓練行かないとダメなんで、はい、まあそれして、あとゴルフして。趣味はゴルフ。はい、今あのゴルフにハマってますね。ゴルフぐらいですか。はい、ゴルフぐらいです。はい、じゃあもう次に向けてね、はい、9月22日からアジア、はい、でその後がもう杉の江戸。そうですね、あのこの高松の宮と、うん、まあ、11月もあの尼崎の G1 呼んでもらえたんで、うん、はい、ね、これからまたあの大きい舞台で活躍するのをぜひ期待してますので、はい、ファンの皆さんに汗だくですけれども、はい、最後に誓いのメッセージをお願いします。はい、あの暑苦しいですけど、いつもあのレースも暑苦しく頑張るんで、あのまた応援してください。お願いします。